こうなんかこう素手のアクションっていうよりも結構テーブルにゴロンってなったりとかっていう体当たりのアクションをやらせていただいて、何回もあのスカートがめくれちゃって、えっほらほらやめなさいやめなさい。でもなんか裏テーマでなんかスカートを短くして限界ギリギリまで挑戦みたいな感じだったの。言ったことないよ。だってさ、なんでそんな嘘つくの。なんかさ拾う時もさ、うん、ギリギリみたいなやってたよな、やってた。こんな感じのさ絶対見えるじゃんあんなと思ってさ、霧島家に僕ら以外がいるっていうのが違和感感じたんですよ。そうだね、そうなんですよ。初めてね、二人きりでいたのね。そうなんです、ずっとあの暗い霧島家にいたんですけど、そうなんです、初めて人が来たっていうのが嬉しかったです。そうですね。